m q 1 c m 9 1 c m 9 1 c はアメリカ陸軍の資金提供のもとジェネラルアトム。愛称はグレーイーグル。アメリカ陸軍は2002年にアーンポワブのコンペティションを行い、その勝者を m 9 5ハンターの後継とすることを決定した。コンペティションには m 9 5のアップグレード型と MQ-1 プレデターの改良型であるウォーリアの2機が 参加していたが、2005年8月、アメリカ陸軍はオーリアが勝者であると発表し、システム開発とデモンストレーションのために2億1400万ドルの契約を行った。アメリカ陸軍は、ウォーリアシステムを11セット調達する予定で、それぞれのシステムは12機の UAV と5つの地上誘導ステーションで構成されている。総費用は10億ドルになる見込みで、2009年に、 収益予定とされた。2010年9月3日、アメリカ陸軍は2010年後半に4機の MQ-1C をアフガニスタンに配備すると発表した。アメリカ陸軍は、ウォーリアの名称を MQ-12 とする予定だったが、国防総省は MQ-1C の名称を与えた。そのため無人機の名称で12は、現在欠番となっている。愛称としては、 RQ-1 から引き続いた、プレデター B のほか、非公式に、ウォーリアースカイウォーリアー、略称として、アーンプ ER、MP などと呼ばれていたが、2010年8月に、グレイイーグルに愛称が決定された。MQ-1C は、原型となった、MQ-1 と同じ中高度長時間対空無人機であるが、 翼服の延長や重質燃料エンジンの搭載で MQ-1 より大幅に性能が向上している。エンジンにはドイツのティレート航空機エンジン車がメルセデスベンツの OM668 を改造した航空用ディーゼルエンジンセンチュリオン1.7を搭載している。このエンジンはジェット燃料が使用できるためジェットエンジンと燃料を共用でき、 基地での補給体制が合理化される。予想では、高度25000フィートで36時間の対空が可能となる。MQ-1C のノーズフェアリングには、合成開口レーダー、地上移動目標インジケーターシステム、騎下部には、策的用のアン o s 5 2マルチスペクトラルターゲティングシステムが搭載されている。m 1 c は800ポンドのペイロードがあり、 パイロンの数は MQ-1 の2つから4つに増えている。パイロンには A ジム -114 ヘルファイア対戦車ミサイルとグブー -44B バイパーストライク誘導爆弾を搭載することができる。ありがとうございます。